皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。兵庫県内の29市の市長で構成される兵庫県市長会が、県政の混乱の収束などを求める要望書を23日午後、斉藤元彦知事に提出しました。斉藤知事は、ご心配をおかけしお詫び申し上げる。調査に適切に対応し事実関係を明らかにするとした上で、 県政については着実に進んでいると認識していると県政の実績を説明しました。午後1時、市長会の酒井隆明会長、丹波笹山市長、らは斉藤元彦知事に知事のリーダーシップを大変心配している。収束に最善の努力をしてほしいと要望しました。要望書には、下向き黒三角兵庫県政、そして斉藤知事に対し、 県民のみならず全国からも大変厳しい目が向けられ、憂慮すべき状況にあります。下向き黒三角兵庫県政が混乱し大きく停滞していることについては、ほぼ全員の市長が一致するところで危機的とも評されました。下向き黒三角現状を正しく認識していただき、県政の混乱と停滞の収束に向けて最善の努力をしていただくよう要望します。 下向き黒三角兵庫の誇り高き歩みを止めることがないよう、兵庫県政の前進を願うものです。などと記されています。また、兵庫県の前局長が提出した告発文書について、公益通報保護者の対象とせず、十分な調査も尽くさず、前局長を懲戒処分にしたことについて、多くの市長から不適切との指摘があったとの記載もありました。 市長会は8月7日臨時に総会を行い文書問題について意見交換をし県政が停滞していることや県と市のコミュニケーション不足などの指摘が上がっていました。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。